皆さんこんにちは、ペソでございます。謙信さんで全国統一を目指す武将奮録のね、25回目やっていきたいと思います。で、場所は本国ですね。謙信さんだと85、最上さんだと89、ただ半兵衛さんだと76なんですよね。まあまあまあ、ちょっとお金は必要にはなりますわな。でまあこの場所だと甲斐とね、伊豆の方をちょっと睨んで、相模伊豆か、相模伊豆の方を睨んでおるわけですけども、ちょいちょっとあと留守番隊とかね、増えてから様子見たいんで、とりあえず覗ければ覗こう。まあ、あら、信玄さんいらっしゃる。兵力がわからないとね、攻めるに攻めれないからな。あら、忍者がおるん。ああまあそういうわけじゃないだろうけどね。いけ、あ、いた。本国、宇治屋さんのとこ369か、まあ400弱で攻めればね、鉄砲も56なんでそんな多くないですから。ただ白防御がね高いんで、籠城されるとちょっとどころじゃなくてかなり大変ですからね。まあそこですよね。
はい、下野、でとりあえず移動させよう。下野さんに小畑のお二人、はい、アンボですね。ペッカーが、うん、こんな感じかな。香川はちょっとねタイミング見ていきたいですよね。さあ、ここの兵力もそろそろ、本国に持っていきたいので、まずは下房へお金もらっていきましょうか。600だけね。で、兵も200いきます。はい、まあ、ここは行動力少ないからこれだけですね。さあ、越中、教育したら何ぼ減るんだ。今1900飛んで7、あ、100減るんですね。あ、そっか、ちょっと兵を補充しとかないとダメだね。8だけ、あんまり多いとねまた多く来ちゃうんで。で、カズマスさんね、移動させましょう。よしよし、これで OK。 あとは、うん、治水だね。和田さんにやってもらおうか。ほら来た。で、大体これぐらいでね攻めてきてくれるからちょうどいいんですよね。で、はい、ノー。前回はねうまく捉え、あ、前々回か。さあさあ、あの棒は誰なんだろうね。
あ、秀吉さんやった。よしよしよし。よし、取った。OK。 来るかな。おいしょ。300なんぼだったんでね、まあ串36の計算でいけばなんとかなるんですけど、脅迫は効かんやろな多分。あ、来る？あ、無視やねやっぱり。うん、うん、まあこれでいいか。はい、お、おー、よしよしよし。はい、会います。ありがたい人手は欲しいよ。はい、越後ね、米が安いからね、まあ買ってもいいんですけど、ちょっと買っとき、ああそうだね、まずは越中へ線だけ輸送しましょう。はい、これでいいですね。はい、安保ですね。まさきさんが来たんで76か。まあ100ぐらい渡して14。うん、結構な振り幅で上がりますね。パラは、あ、
政治が39か。さすがに。なるかな。ちょっとこのタイミングではあれですね。さあこれで、技術もね、700超えてくれましたね。まずはよいしょ、
多分信玄さん、あーいるんだろうな多分、うん、あーダメだね、うん、となるとちょっと無理はせんとこ。あ、ここはね、あとは商業地上げていくだけですからね。はい、では、ごめんなさい、20分ちょっと超えてましたね。今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。